はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ね、これです。バーン、東京マルイのね、ボルトアクションエアーライフル VSR10 リアルショックバージョンね、こいつでちょっと遊んでいこうかなっていう動画になりますんでね、よければ最後までまったりお付き合いくださいというところでね、まあ夏っぽくなってきたんでね、ボルトアクションエアライフルの季節がやってきたかと。みたいなね、通年大丈夫じゃないですかみたいな。でもね、なぜか急に VSR で遊びたくなっちゃうと、まあそういうことなんですね。このお品物はね、当チャンネルを応援してくださってる S さんから提供していただいたお品物になるんですけど、普通の VSR10 のリアルショックバージョンなんで、インナーバレルが確かアルミだよね。シリンダー内のピストンが重いものになってます。シリンダーの封印解除の動画を一回上げましたけど、それやっぐらいで、特になんかメンテナンスっていうか何かカスタムしたとかそういうのは一切ないモデルなんでね、箱出しのリアルショックバージョンということになります。で、今日は何やろうかっていうと、これで重量弾を撃ったことがなかったので、これで東京マルイの 0.28g の BB 弾撃ってね、 15m でどんなグルーピングになるのかをチェックしていこうっていうだけの、まあ動画になりますんでね、そういうことです。全部ノーマルです。チャンバーパッキンから何から、でも1回バラして組み直したっていう部分はありますけどね。あとシリンダーは1回封印解除してありますというところで、じゃあどうしようかな、あの 0.28g の BB 弾を使って、初速だけとりあえず測ってみようかね。じゃあ眺めていきます。はい、じゃあね、マガジンにこれ東京マルイのね 0.28g の BB 弾、成分解ベアリング研磨入れてありますんでね、こいつで初速を測っていこうと思います。じゃあ打っていきます。まずはね、ホップを全くかけずに打っていきます。ほい、 70.05 0.6860 ほい、 70.98 0.7050、 じゃあ3発目ね。ほい、 70.48 で 0.6950、だいぶ安定した初速ですね。で、じゃあ次、ホップを 50%、 あのホップダイヤルでちょうど真ん中のあたりにね、合わせて打っていきます。ほい、 74.21mps 0.7710、 ほい、 74.68mps 0.7810、はい、74.29mps 0.7720ということですね。じゃあ次、ホップダイヤルを最大まで引っ張って打っていきます。はい、80.43mps 0.9050、 なるほど、いきます。はい、79.24 0.8790、 じゃあ最後ね、打っていきます。はい、80.26mps 0.9010と、こういう結果になってます。まあホップをかけていくに従って初速が上がっていく印象ですが、じゃあね、シューティングレンジに持ってって、まあね、ホップはちょうどいいあたりに調整して 15m で打っていく光景を、まあ延々と黙々と粛々と眺めていきますか。じゃあ、
いかがだったでしょうか。ね、東京マルイ VSR10 リアルショックバージョンで、東京マルイの 0.28g の BB 弾を使って、15メートル先のこのぐらいの、メタルのターゲットに、もうほぼ外さないね。15メートル先でこのぐらいのタバコ台のターゲットだね。で、もっとちっちゃい、多分ね、この成分解っていうこの黄色い枠よりほんのちょっとちっちゃい 3,4 センチぐらいのメタルターゲットにやる。まあそうするとね、やっぱり結構外すんだよね、まあゼロインの甘さもあるかもしれない、あと腕のなさもあるかもしれないけどね。なんで 3,4 センチに100発100中かといったらそうでもないけど、まあそのぐらいのもう命中精度ということになってます。で、これ本当箱出しなんでね、一回シリンダーばらしただけの状態で組み直したものなんで、で弾道を見るとなんとなくね、なんとなく左にスーッと曲がってるような気もしないでもないけど、まあ何のせいかな、そのホップが斜めにかかってるとか、スコープが実は水平取れてないとかね、まあそういうのいろいろあるかもしれないけど、まあこんなもんだよね。今後ちょっとね、ファイアフライの馬鹿とかあの辺のチャンバーパッキン試してみるのと、あとね、東京マルイのこの BB 弾、まあ成分解じゃなくてファイネストの方でもいいんだけど、ちょっとやっぱり高級品なんで、別のなんか代替品になる 0.28g の BB 弾ないかなって模索して 2,3 ポチってあるんで、そっちの BB 弾試してみるっていう、まあいくつかやってみようとは思ってる。ただあれだよね、 BB 弾のおかげでそのフライヤーが全然出ないよね。まあ外す時はあっても、せいぜいこの的1個分外れるか外れないかぐらいのね、あのグリ、そんなグルーピングだったんでめちゃくちゃいいんじゃないのとは思いますけど、これをね、僕の手でチャンバーパッキン変えたりなんかしたらどんどん悪くなっていくんじゃないみたいな。でちょっとコスパのいい BB 弾使ってみたらもうちょっとばらつき出たりするかもしれませんよみたいなね、そういう感じで、台無しにしていこうかというところです。 あとそうだな、 G スペックはインナーバレルが真鍮だったけど、リアルショックバージョンは確かインナーバレルアルミなんだよね。一回バラしましたけど、バラした動画上げてあるんで見てもらえばわかりますけど、まあといってもね、別に全然いいんじゃないっていうところでした。一回ボルト外して、そのボルトバラして、バレル周りもバラして組み直したのが多分2年ぐらい前だと思うんですけど、もうその時のまんまです。バレルもクリーニングしてないし、そんな状態。あ、ホップで言うとそうだな、 60% ぐらい、このこっからここまでを100として、まあ0とした時に 60% ぐらいカリカリっとかけた状態で打ってましたんでね、まあその辺も参考になるかなといったところです。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別の動画で会いましょう。うつべしうつべしうつべし。やっぱりね、スコープ覗いてトリガーを絞る感じとてもいいですよね。当たるとめちゃくちゃ楽しいです。はい、ということです。